こんにちは、ショートです。今回は10月13日の拘置所での更新について見ていきます。今回盛りだくさんなんで、急いでいこうと思います。まず、百花美人でカンネがやってきます。で、映画幻月なんですけど、参加券パックが来ることでわかると思うんですけど、仮想の集いがやってきます。なんで、まあ、こちら確か1万円ぐらいで、原本2500と参加券、50枚手に入れることができるんで、ちょっと私今回欲しいキャラいるんで、もしかしたら買うかもしれないです。で、ラッキースターで直江兼続、孫権、加田が一斉に登場します。この中だったら直江兼続、かなりおすすめのキャラになっていて、援護が別に育てなくても味方に援護を付与することができるんで、結構おすすめのキャラにはなっています。で、続いてスイーツ王国ですね。スイーツ王国の猛獲、ユアル星の猛獲が来るんですけど、まあ、最近ナタとかモーリとか反射対策キャラが増えたのと、まあ、例えばテーフみたいな反射キャラが現れたことで、ちょっと影はだいぶ薄くなってきてはいるんですけど、それでもお手軽爆弾ではあるんで、まだ爆弾持ってない方は育ててみるのもいいのかともしれません。続いてようやく来ました。食欲の秋、ピクニックでみんなが新鮮な食材を食べられるよう、食欲の秋、集大は一生懸命釣りをしているということで、はい、結構なんか危ないイラストの集大が今度やってきますね。ちょっとどことは言わないですけど、かなり際どい服装というかタコがついてるんで、ちょっと赤バンされないか心配です。で、700万ダウンロード突破記念が来るみたいですね。どうやら総ダウンロード数が700万を突破。まだ700万なんですねって感じではありますが。まあ、700万ダウンロードを記念して一連の特別イベントを開催させていただきますということです。まあ、拘置所リセマラがないので、700万っていうのは多いのかもしれないですね。例えば、パズドラみたいに、リセマラのあるようなゲームだと、ちょっとわかんないですけど、ダウンロードするたびにカウントされていたら多分多くなりますし、この拘置少女は基本リセマラがないんで、そういう意味では多いのかもしれません。続いて、仮想の集いですね。当該、孫策、張良、陸遜、範氏が一斉にやってくるんですけど、まず1点目が、なぜか陸遜だけ UR アバターの温泉の陸遜がやってきます。これミスだと思うんですけど、本当に陸遜だけ UR だったらちょっと笑っちゃいますね。で、この中でなんですけど、もう圧倒的におすすめのキャラがいて、それは当該なんですね。なんでかっていうと、このキャラスキル2で、鈍行だったっけな。確か鈍行っていう、ね、バフを自分に付与することができるんですけど、それがですね、まず与えられるダメージっていうのが、受けるダメージですね。25%が上限になって、それを超えた分は相手に反射っていうバフになります。なんで、この当該を、スキル2が打てるようになるまで覚醒させて、なるべく弱い状態で持っておくと、ボス戦でめちゃめちゃ使える、もう最強のボス戦キャラになるんで、当該、ボス戦困ってる方はかなりおすすめのキャラになります。で、続いて仙人のいたずら来ますね。限定軍令。で、どうやらこの対局図っていうやつを集めていくみたいなんですけど、この仙人のいたずらに関しては、味方というか、フレンドですね。フレンドと同盟員の副将を使ってやるようなイベントになっているんで、まあ、今のうちでもフレンドをちょっと増やすと言ったらあれですけど、フレンド申請を行った方がいいと思います。で、この対局図なんですけど、どうやらステージ初クリアで30個、で、最大540個、で、ボス衝撃波で150個、最大450個、で、毎日ログインで100個、最大600個、なんで合計何個だろう。1590個ですかね。プラス原宝で買うことができる。で、確かこの対局図でいろいろ交換できるはずなんで、確か UR1000 の、虹の思想とかがあったはずなんで、まあ、ぜひ頑張って集めていきましょう。で、限定軍令っていうのもあるんですけど、一般報酬合計はちょっと、これはしょぼいですね。高級規制単20個。で、高級報酬合計は、原本2800、覚醒単100個。多分これ980円ぐらい支払って
やるやつだと思います。まあ、今回の更新情報はここまでなんですけど、とりあえず当該がボス戦で使えるんで、この中だったら、圧倒的に当該を今回は押させていただきます。これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。